山本望洋は、江戸時代後期の医者、受学者、本蔵学者、高槻藩臨時御用意。父山本風山に、計画、医術、小野蘭山に、本蔵学を学んだ。京都の自邸、山本読書室に、西国各地から多くの弟子を迎え、講義、最悪、物産会を行い、多くの著作を残した。安永7年6月16日。 京都油の工事通り五条植える城金仏町に生まれた。父山本風山から、経学、医術を学び、十六歳から二十一歳まで、小野蘭山に、本蔵学を学んだ。また、細藍藩斎に書と、詩文、橋本京介に、霊法、当時の浅田女太夫に、雅学、小沢露安に和歌を学んだ。完成二年夏、川田佐助に、創術、憲法を学び、 改伝を受けた。薬の効用を研究するため、完成10年9月定内に植物園を開き、各地で採集した植物を育て、文化13年10月臨時を購入して拡張、文政2年5月行動、天保6年職を建設した。また、文化5年から各寺院、文化13年からは自宅で物産会を開催した。降格天皇が上位して、 戦闘後所在住の頃、高塚佐聖広氏により、最悪支部人の話が持ち上がったが、間もなく上皇が崩御し、聖広氏も死去したため、立ち消えとなった。文政9年シーボルトが、江戸三府途中京都に滞在中交流し、この時送られたというガラスクスリビンが現存する。降下元年3月高月藩臨時御用意となり、毎月1回高月に出張した。河栄年間には、 幕府より本蔵関係職へ東洋の風文があったが、心は朝廷にあり幕府士官を潔しとせず、病気を理由に謝絶した。安政3年9月28日経度の中文にかかり、一度回復したものの、安政6年10月16日再発し、11月27日死去し、11月30日深草山法道寺に葬られた。 明治42年5月29日、聖後位を追贈された。1月1日を除く毎日往診を行ったが、1人、数との診療を丁寧に行うため、1日に診療する人数を10人までとした。講義は朝4時から正午まで行い、2、7のつく日は医学、3、8の日は本蔵学、4、9の日は計学を教え、1日の夜は司会。 15日の夜は文会を開いた。晩年は霊卓者と合して仲間内で文芸活動を行った趣味は、星野兼業山本兼業に平曲を学び、ホトトギスと名付けた愛用の琵琶が現存する。相撲及び相撲の観戦を好み、七目先という力士を招いて自宅隣の空地で相撲を興行したこともあった。以後も好んだが、腕は初段に。 生木程度だった。飯沼翼斎東蘭山の門弟も、蘭山の死後門下に入り、天役領域の多くも門下にあった。訓下事情、ただか、水戸藩、水戸成明津藩、東堂高行、富山藩、前田俊安にも直接、または間接的に抗議、助言等を行った、第三洋、浦上春金の人となりを喜ばず、二人に接したことはなかった。 三業のことは、会所のひてま、春勤のことは金着切れと下げすんだ。家族に対する態度は厳格で、息子等には20歳から60歳までは自ら、生計を立てるよう命じ、同居防止の方を定めて、給料を一括管理し、毎月金二歩を給付した。また、皇帝権の区、増唱満館、佳境も、一金万、常作祭、に習い財産を残さなかった。 近年の芝居は猥雑だとして家人に芝居小屋の出入りを禁じ、代わりに野村三次郎の常さじきを購入し、交代での王を干渉させた。三男、秀夫の妻が実家小倉家に帰省中、家族と市場の小屋に赴いたところ、利縁の談判に及び、中央戸、鈴鹿地区を守るの取り持ちでことなきを得た。ありがとうございます。